こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今日ご紹介いたしますのは、マニュアルアルファベットから、発表されましたこの1枚ものの羽織のジャケット、こちらを紹介していきたいと思います。このマニュアルアルファベットですが、そもそもシャツ専門のメーカーだったのが、今ではこういうジャケットだったりコートだったりカットソーだったり、いろんなものを私たちに提供するメーカーに成長していきました。このマニュアルアルファベットですが、非常にそのメンズのそのブランドの中では、その縫製技術、そしてそのデザイン、そしてその形ですね、そういったものが非常にその好評を得ているメーカーなんですね。今回このマニュアルのジャケットを紹介していくんですけども、このタイプは30番手コーマバーバリーっていう生地を使っている。そのコーマバーバリーというのは、その糸の糸ムラがない均一された丈夫な糸、細い糸ですね。それを高密度でずっと目を詰めてこういうふうにこう編んでいくんですね。それで高密度で合っているので、非常に張りとコシのある生地になっています。非常にその1枚物ですので、別にその裏地が入っているわけでもないんですが、もけどしっかりとコシのある張りのある生地に作り上げていっていますね。この生地ですけども、非常にその張りとコシのあるタイプなんですけども、その生地自体の色っていうのは、ある程度限りがあるんですね。黒だったら黒、紺だったら紺というふうに限りがあるんですけども、このマニュアルアルファベットがこのジャケットを作ろうとしたときに、自分たちの理想とする色ですね、色合い、絶妙な色合いを出したいので、その生地本来のそのカラーだったら、その表現ができないわけですね。ですから、どうしたかというと、いわゆるその後染めがされているわけです。その製品化されたものに後から染めてるんですね。そういうことにするようにって、その絶妙な色合いを表しているということなんですね。今回このタイプも、ダークグリーン、ダークネイビー、でカーキ、そしてもう一枚このジンジャーというね、ジンジャーという色はあるんですけども、この、その生地自体の色では表しきれないような絶妙な色合いを後染めで、その表現をしているわけですね。後染めって言うと、昔の後染めよりもだいぶその技術が進歩しているので、その、すぐに、ね、色が落ちたりすることはないです。しかしながら、やっぱり後染めですので、5年10年、何十回何百回と洗っていくと、やはり色の変化が出てきます。その色の変化を楽しむことができるのも、またこの後染めのいいところなんですね。昔の後染めっていうと、もうなんかこうすぐ色が落ちて汚い色になっている人がよくあったんですけども、それはやっぱ技術の進歩ということで、そういうふうにはならないような後染めの技法をこのタイプにはされているわけですね。それではカラーがですね、4色展開しております。しかしながら、そのカラーによってちょっとサイズ切れしている場合もありますので、この動画の説明文に商品ページのリンクを貼り付けてますので、そこでちょっとチェックしてもらったらいいかと思いますね。まずはカラーが4種類ある。まずこのジンジャーという色です。ジンジャーという。このジンジャーというのは、いわゆるその生姜、食べる生姜ですね。生姜色のことですね。このジンジャーという色合い。そしてもう一つが、このタイプはダークグリーンになります。ダークグリーン。もう絶妙な色です。その単なるグリーンといっても、もうその深い色合いですね。この絶妙な色合いをされているのが、このダークグリーンになります。こんな色ですね。そしてもう一つが、こちらはダークネイビー、濃ゆいネイビーですね。まあ、ネイビーって一言に言ってもいろんなね、表現の仕方があるんですが、これは本当に濃ゆい、もうちょっと黒に近いようなダークネイビーをされています。こんな色ですね。そしてこのカラーがこのカーキという色合いですね。このね、カーキという色合いの表現の仕方が各メーカーさんによって違うんですよ。カーキというと、そのちょっとベージュの濃ゆいものも色カーキと言ったりするんですが、今回このタイプは、まあ、これはカーキというふうな名前なんですけども、ちょっとね、 OD とかオリーブに近いようなカーキ色、これも非常に奥深い色合いをした、カーキ系の色合いですね。まあ、これがその後染めの特徴ですね。絶妙な色合いを表しているのがこのジャケットになるわけです。今はもう11月の中旬になってるんですけども、なぜこの時期に、今からどんどんと寒くなっていきますよね。なぜこの時期にこの1枚物のジャケットを紹介するかというと、このタイプはですね、別にそう、保温性がいいとかではないんですよ。もう単なるこの1枚物の生地ですので、保温性があるわけではないんですが、これね、私の提案としては、ぜひね、重ね着をしてほしいと思うんですね。この形、以前もあったんですけども、今回新たにリニューアルしたんですね、このジャケット。どういったかというと、ちょっとね、リラックスできるようにちょっとゆとりがある、ちょっと幅をこう細くなったのが、ちょっと幅を広くしたんですね、このタイプ。
ちょっとリラックスしてゆったりと着てくださいねということで、その形をとって変化をしています。で、私の提案としては、その今からどんどん寒くなっていくんですが、私はこのジャケットを今回紹介したいって思った時に、家からこのね、厚手のニットを着てきたんですね。こういうふうにシャツを着て、厚手のニットを着て、そしてその上からこの一枚ももを軽く羽織ると、そういうふうなコーディネートの仕方を提案したいんですね。そしてやっぱりその、私が住んでいるところが九州は佐賀県なんですけども、まあ、例えばその真冬になってもですね、そんなにそのしびれるような寒さにはなっていかないんですね。まあ、東北の方たちなんかはちょっと違うでしょうけども、まあ、私が住んでいるこの九州はそこまでその零下何度になるということは、まあ、なかなかないんですね。そういった時にこういったものを重ね着することで十分、機能的にはいいのかなというふうに思うんですね。もちろん店内ではね、そのレザーだとかダウンとか売ってるんですけども、1年間トータルで考えるとこういう1枚もののジャケットというのは非常に活躍するかなというふうに思うんですね。で、今回もこういうふうな厚手のニットを着て、この上からゆったりと着てほしいというようなタイプなんですね。そしてその真冬になっても、例えばその、屋内でいる時間が多い方、例えばその、デパートだとか、そのビルの一室とかいうところになると、ガンガン暖房が効きますよね。で、ガンガン暖房が効いているときには、もちろんダウンジャケットとか、まあ、ウールのピーコートなんかは脱がなければならない。こういうふうな一枚物だと、まあ、脱がなくてもそういうふうな屋内で、過ごされる方なんかは十分だと思うんですね。だからどうしても真冬になるとやっぱりその建物の中っていうのはもう、うちでもそうですけども、もう暖房をガンガン効くんですけども、どうしても着たり脱いだり、で外に出るときは着る、そして中に入るときはやっぱり脱ぐわけですね。そういったことを考えると、この1枚ものジャケットっていうのは非常にその活躍するのかなというふうに思うんですね。ただ何も入ってないので、なんでこの時期にと思うかもしれませんが、1年間トータルで考えると非常に活躍してくれるジャケットだと思うんです。例えば冬でしたらこういうふうなニットに、シャツに、こういうセーターに羽織る、そして春から夏にかけて3月4月5月になってくるとシャツにベストを着てこの羽織る、そして、4月5月になってくるとシャツだけで、シャツの上から1枚羽織ると、そして本当の5月、6月、7月とかになってくるとカットソーですね、ロンティーとかの一緒に合わせて1枚羽織る。で、秋口はまたその同じような繰り返しになるので、1年間トータルで考えると非常に活躍してくれるジャケットかなというふうに思うんですね。それでは実際に私がこのジャケットを試着してみて、どういうふうな雰囲気になるのか、これをぜひ見てほしいと思います。There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it.今回はこのマニュアルアルファベットから1枚もののジャケット、こちらを紹介してきました。このジャケットの詳しいことはこの動画の説明文に商品ページのリンクを貼り付けてますので、そこをクリックしていただければまた詳しい画像だったり文章だったりを見ることができます。ぜひチェックをしてみてください。
今回はマニュアルアルファベットからこのジャケットを紹介していきました。